日本近畿地方大阪府八尾市神,神宮寺神宮寺は大阪府八尾市の地名。現行行政地名は神宮寺1丁目から神宮寺5丁目と大技神宮寺。住居表示は未実施。旧南高安町地域としては唯一旧高安郡以外から編入された地域である。両政国一覧機内河内国大県郡神宮寺村統治は古代に 朝鮮半島から渡来したとされる、染色技術者集団である赤染部の本拠地で、俗日本気に赤染氏が常世村寺生を授けられたという記述がある。当地にある常世姫神社は、常吉が祖神を祀ったものとされる。時代が下り、鎌倉期から室町期にかけて、当地の豪族として、神宮寺氏が、楠のの岸一族として資料に見える。 太平記末期十六に、沿元元年の港川の戦いで戦死した楠木氏、一族六人の中に、楠木正重公八神の一人である神、宮寺太郎兵衛少子の名がある。また、和田文書には、神宮寺神宝岩聖望の名が、港川合戦で奮戦したものとして記されている。両名は、同一人物とも兄弟か、親子とも言われている。にある神、 宮寺小太郎塚は少子、または、聖望の墓であるとの言い伝えがある。小法郷町の写しとされる、河地国一国村高控町では333国、あまり。江戸時代以降、大阪津根支配をはじめ幾度か支配者が変わり、法歴11年に、鞘山藩領となり、幕末に至っている。明治以降の市町村政志向で、南高安村の大技となる。 昭和56年に、町名一番改正されて、町名のありふりがされた。町域は、東西、約2.3キロメートル、南北は、約300メートル強と東西に細長い。五町目あたりが、旧集落、大浅神宮寺はおおむね山地、他は、農地が主となっているが住宅が混在している。地域内を、近鉄大阪線が二丁目と三丁目の間を通るが、 地域内に駅はなく、最寄りは北側の恩知駅、または南側の宝泉寺駅。一丁目西側は JR 式の駅の徒歩圏四丁目と五丁目の間を国道170号線が通る。近鉄大阪線のすぐ東恩知川が流れる。2020年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。